段々通りもね、今日ね開いてないんですけど、もうできて1ヶ月で浸水というね、もうこれがびしょびしょ、全部びしょびしょ、多分中まで入ったんでしょうね、これ。まあこれですか、それ入りますよね、これね。あ、そうなんや、もうここまで入ってきとるよ、水。すごいね、ここまで来たんやね。いやね、ちょっとね、博多の塩ソフトをね、シスターと食べに来たんですけども、今日はもう雨がひどかったらしく、ひどかったようで、ここも全部冠水してしまったようですね、これ。まあもともとね、ほら見て、ほらこの松山駅のこの階段のね、見てわかるより低いんですよね、これ。こっちの方が低いんですよ。だからね、ここも結構水がバーッと入ってきたみたいですね。だから段々通りは休業って書いてますね、これ。そっか、水はね、あ、結構水は引いたっぽいけど、ここもそうか。あ、店舗は一応ギリギリここでなんとかせき止めたって感じかな、これね。あ、これやっちゃったみたいね、これ結構。 JR の直標がこんなことに、せき止めに使われとるの、これ。まあ多分いらなくなった時期だと思うんですけども、あ、もうこ、だからこういう時除去ってね、あると便利やね。災害時には駅に除去はこういるね、これ。うまいことこれで引き止めてますから。そしてこのウォークイン改札もね、もうできたばかりなんですよ、これ。なんかびしょびしょになってるじゃないですか、ウォークイン改札、これ。すごいね。あらら、自動改札停止、ご自由にお通りください。こんなの初めて見たんやけど。あ、ここ開けてやってんですね、これね。もうここ開けちゃってるようです。はい、あんまり入ってきなかったみたいでね。土のうが置かれてますから、多分この土のうで何とかしたんでしょうね。まあこの辺りもやっぱりね、ほら松山駅ってほらこんな感じでね、出たところが広場なんですよね。運動場みたいに今何もできてないんで広場みたいになってるんですけども、まあ、これもやっぱりね、やっぱちょっと水が入ってくる要因になりますよね。うん、まあ、高低差があるのがやっぱり痛いですね、今ね。早くね、この辺り改善するといいんじゃないかと思います。